姉妹企画テコールの AKR と石井匠のシャネクリダー。この番組は姉妹企画テコールの AKR と石井匠が動く向上を目指し、さまざまなゲストと共に何やかんやしていく番組だー。はい、始まりました。姉妹企画テコール AKR と姉妹企画テコール石井匠のシャレクリドーン4回目いらっしゃいやー疲れた。疲れたね。4回目ですよ。4回目だよ。どうすか4回目。4回目ね。4回もできたんだなって思って。逆に。続いてるね。そう、続いてる。ちゃんとこれ、放映されてるね。週1回ね、結構大変ね。でも今回に至ってはいろいろまあありましての、そうですね、トゥデイだけで4回撮ってる。トゥデイで4回日程的なね、ちょっと都合があって、もううちうちすぎるわ理由が。2回目と3回目を見てくれた人は気づいてるかもしれない。そうだね、服変わってないからね。はぁー、やばいよー、まだ変わってないよー。そう、脱いとこうかな。そう、洋服をこれしか持ってないってわけじゃない。あ、違うの。違う、俺は割とこうだよ。同じ日に撮ってるって。あー、そっちかー、新しいな。でもこれがね、放送されるのは2月7日ですから、ね、もう2月だよ。2月入ってますよ。もう節分も終わってんだよ。節分。なんで節分でそんなに反応すんだよ。あの節分。そう、うわー痛い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 、うわー痛い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 、中入っていいんですか。もう投げんのごめんってなる。どっちが鬼だって。ねえ、終わってますよ。そうですね。どうなんだろうね。今これ撮ってる段階だと、はい、まだ2月の気候がわからないわけです。わからないわけですよ。もしかしたら大雪とかあるかもね、今年は。この寒波感。寒波感。寒波感。その5。この寒波感。寒波感だよ、これ。流行っていくよ。まあ、そうね。まあでもこの番組でね、なんか流行りの言葉とかも、ワードね、じゃあ言ってたらいいんじゃない。 Today's 流行りワード、カンパ感。カンパ感。せーの、カンパ感。何の話だこれ。でも、ね、絶対2月の間違いなくみんな思ってることを今ここで声を大にして言いたい。どうぞ。寒いんだよ。寒いだろうな。寒いの、僕寒いのダメなんですよ。あ、ダメなの。ダメ。あ、でも暑いの絶対ダメ。ダメなの。ダメなの。もうダメなの。もう暑いのよりか寒いのがダメ。ダメ。そう、俺暑い方がダメなんだよ。あ、ほんと。俺寒いと普段あまり動かないから。まあまあ、ね、寒くても布団だったりと厚着してモコモコしとけばいいじゃん、ただ俺移動が基本バイクなんだけど、はい、この前最終打ち合わせをタグミンチでして、はいはい、まあ赤塚支部です。赤塚支部テコール赤塚支部に行って、で帰り、まあ10時過ぎ、夜の10時過ぎじゃん、バイクで、はい、うちの地元田舎じゃん。帰ってたらそのバイクの温度計ついてるね、はい、アメブロの方にも乗せたんだけど、はいはい、今マイナス3ってなってたんだけど、はい、マイナス 5. 何歩まで行ったからね。おー。走ってからどんどん冷えてくるんだよ。やばいね。いや、あの時マイナス 5? あの時思ったのが、濡れタオルとかパンってやってこうやって走ってたら、あ、こっちエンジンだからこうやって走ってたらそのまま固まんじゃねえかな。俺もやってみたらよかったのにね。瞬間氷結。そうだね、パキッパキッ。じゃあ2月は今どうなってるかですよ。皆さんお体大丈夫ですか。ですか、多分俺は。ではもうこの2月7日だろう。もうじき俺の予定がまた忙しくなってくるんだよ。まあ今まで多分だけど、ごめんね、俺は未来予測になるから。けどまあいろんな本だったね、溜まってる、俺が処理しなきゃいけないお仕事が、はい、もう佳境に入って、はい、もしかしたらもう人旦那ついてたらいいなっていうところだよね。ああ、なるほどね。ああ、でそこからまた別のお仕事が入ってくる間のちょっとした一息タイムってことになっております。一息タイムね。たくみさんはこの時どうしてんだろうね。僕はね、僕はね2月でしょ。ちょっとね、お金稼ごうかなって。出たよ。ちょっとね、いい感じにね、お金稼ごうかな、ね、小劇場の、役者さんのちょっとしたリアルな面だね。
でもねそんなねリアルな面を出してもね面白くないなんまあそのトークをしたところでな、うん、みんなおおうってなるよ。おなんか分かる人にはそうなんだよねってなるね。知らない人はじゃあ働けばそうでもね私たちはねまあ生活はもちろんなきゃいけないんだろうけどもどっちかって俺の本音言っていい生活よりもエンタメだ。そう乗ったけど大丈夫だったもん。大丈夫だからねお芝居がね、うん、本業ですからね。そっち我々言うても、うん、そのために時間取らなければいけない、うん、でも働かないと働き働けと言われる働きすぎるとシャチクシャチクかと言われるちょっと待って、なんだろう、あの、お前、あれだな、あの、その、役者っていうのと、あの、一般のご職業されてる方の、すごい板挟みのところ、ここにいるね、ギュッ、編集点みたいな、すごい。両方がね、僕を引っ張るんだよ。引っ張るの、もうちぎれちゃえばいいのに。ね、みんな頑張って生きてるよ。そうそうそう。うん、だから我々もね、こう、頑張っていこうかなと思って、こういう。やってたでもこれ見てねちょっとでも楽しかったよって言ってくれると嬉しいね、うん、このそう1週間のね一息そうだね嬉しいね。このぐらい朝のさ通勤とかもあるわけじゃない、うん、そこにさあのちょっと朝テンション落ちた月曜日か仕事かってなった時にまあ火曜日配信だから次の日とか前のやつちょっともう一回聞いとこうかなっつって、うん、イヤホンこう挿してさやったらしゃべくりドーンってなってるからさうっせっつってうわーおはようございますなるわけですよ。あじゃあおはようございますとか言った方がいいかもしれないですね。そっかまあねあの今のところあれかな綺麗に0時ぐらいにはあれなのかな更新できてるのかなできてるじゃないですかね、うん、そうだあの前あのうちほら普通の劇団さんと違ってスパバイザーっていうのをね温泉どこのスパお風呂屋さんに詳しい人ではなくなんかまあいろいろちょっとあの意見をねアドバイスをくれる人とかもいるわけですいらっしゃいますんで、うん、でその人が言うにはこの毎朝ちゃんと0時以降にあの更新できれば毎週、うん、朝の通勤とかでも危険じゃないかそうそう、うん、言ってたよ。どうなんですかね我々は朝に適しているのかっていうどっちかっつうとねそうこの夕方から夜ぐらいだったらいいかなと僕は思うんですよ。それがちょうどいいかもしれない、うんはい、っていうのでまあ放送時間はそんな感じでちょっと心がけていこうと、うん、そうですねどこですよどうしますかもう後半ですよ後半入りますね。何しゃべります、うん、てかそのゲスト来たじゃないですか。ああそうだね2回3回寺島役も来ました、うん、なんでちょっとあの足りない子みたいになってん、うん、寺島役もが来ました。はいはいはい今後ねお前さんパイセンだろ。それは怒られるよ。吉島役も先輩が来ました。うん、はい。この、ね、今後ですよ。はいはいはい。テコールもっといっぱいいますからね。そうだね。うん、全員をまずあの収めたいね。収めたいですね。うん、でそれまではちょっと外部の方をお呼びすることはまだないと思いますが。うん、あ、外部もね来るんですね。あ、そうだね。外部も今後あのテコール全員触り終わったらちょっと外部の方つばをつけるなよ。なんかバッチッバッチッ怒られた子をやるなでもやってきたいじゃん、うん、伝わってよかった。さあ当たり前でも俺とお前ながらねえ、まあ、ねその外部をね、うん、呼んでねもうより一層あれでお前のトーク能力が試されるわけだよ。どうする。試される大地。はい、ね、どうするどうするどうする。例えばゲスト来るじゃないですか、はいはいはい、どうしましたっつってお前が飲んだの病院かっつって今日はですねどこが悪いんですか悪い前提かよ元気だわねその風邪のやつ来られても困っちゃうね、ね、なんかしらね、うん、お前がちゃんとこう今後回していったりね、うんうん、いいんだよ。俺はずっとこのしゃべくりとなんかそーっと知らぬうちに一瞬たくみが抜けてAKRのしゃべくりとーってなってあの、よくあるワンクールごとにあのなんだ変わるやつ変わる隣が変わるやつでも喋んないとね。うん、だから俺の目標としては、うん、もう俺じゃなくてお前がメインで俺が変わっていく。はいはい、うん、この隣がもしかしたら八雲さんかもしれない、タイガさんかもしれない、伊藤さんかもしれない、斎藤さんかもしれないっつって神岡さんはちょっとなっつってああちょっとね、まあいいや、それはね、動画で言うことない、うん、で、まあそういうので、うん、石井匠さんがこうバンバン回していくと、はい、かっこいいな。またこう空気が変わるかもしれないですね。変わるよ、相方変われば変わるも、うん、
どんなもんなってくるんですかね。うん、ではまずビジョンをね、ビジョンから持っとかなきゃ。ビジョン、まああのあれだよ、それこそなんで飛び立っちゃったの。ビジョン、某ポケモンみたいな。某ポケモンってどこ隠してるの。そうだから、やっぱまあ今後、まあ、お前が喋れるようになって一緒で回せるようになったら、俺はあのそれでまた企画も組みたいし。そう、企画ね、うん、やりたい。うち言うでも芝居企画だから。そう、企画しなきゃいけない。せーの、ご一緒に芝居企画だからね、うん、本日2回目のテロップなんか入れちゃったらさ、あーやりたい。ドンドドドン、いやー、ね、芝居企画なんでだよ。芝居企画ってやめろよ、その前。おっとちょっと社会に切り込んでどうするんだよ。そんな社会的な動画じゃないじゃない。うん、ただのグダグダ動画のちょっと面白いやつ目指したいな。はい、うん、ではまあその中でせっかくだからその企画をねフルに生かして、普通の芝居もやります、ショートショートもやります、トーク番組もやります、すごい、トークショーもやっちゃいます。トークショーやっちゃう、すごいよ。今後トークショー、ね、トークショーするわけです。トークショーあのここつけてやると、ね、たまにあの漏電するマイクとか知ってる？あ、知らないです。あの網のところから壊れてパチってなるの。え、痛い痛いってなる。うん、古いのとかあの唇がこう近くに喋ろうとしてすぐパキってなる。痛いっつって、ナムさんブロッってなる。おおってなるやつ。後で怒られるで、そっと怒られるやつ。すげー怒られるやつ。あの前昔も僕は怪談屋でトークショーというものをやったんです。あ、DVD 入ってましたね。そうなんです、お得な DVD 特典入っております。でそれでもあのその前の音声さんがね、音響さんが、はい、あのマイクは縦に椅子に置いてください、よかったら転がって落ちちゃうから。ああ、はい、はい、うん、であの有線だったんで、ね、OK、そうそう、でこう線が伸びてる感じ、はい、うん、でも俺はそれよく分からなくて、置いた瞬間に「おい!」っていうのが聞こえて、もちろん練習中なんだけど、はい、うん、あの俺以外のゲストさんは普通に慣れてみんなこうやって置いて。うん、そういう決まりあるんですね。うん、まあとりあえず転げ落ちないようにと言っても、うん、マイク一本もいい値段しますよー。あー怖い。だから見てください、我々のトークにマイクはないでしょ。そう、これないんですよ。あのね、地声です。そう貼ってんだよ。すごいよ。今日なんてまあちょっといろいろ事情があって計もうだから6、7本になったんだよね。そう、あの公開されるのは3段4段と今回のあ違う2段3段の4段か。そうですね、うんうん、になるんだけど、あまあいろんな事情があってのあの今回7本目ぐらいになってる。いやー大変とかじゃないじゃないよ。お客様そう楽しんでくれれば全てですよ。そうですよ。ただ一つ言っていい、だんだんこう体力がなくしてそれはね、体力つけましょう。つけてこう、我々見られてなんぼ。君はね、うん、ちょっと待って、だって、うん、まあまあ、まあ、まあ、でもこういうのやってるから俺もなんだよね。そうそうそう、ね、結局表顔出しちゃってるから。そうだよ。そのうち多分別の企画も発動するんじゃないの。え、 AKR 匠のダイエットブログみたいなやつ。やばいっしょそれ。やばい。でもそれ痩せた時めっちゃかっこいいね。そう、すごい。プッツッツッ、飛ばなかったからいいけど。あ、そんなん残念だな。お前にも唾をつけたから。まあ、誰よりも先につけたんだけどね。というわけでね、まあ、今後ね、どう、とりあえず次回はね、なんかまあゲストまた呼びたいなと、うん、そうですね、思ってます、うん、でそこでまたやんやんやっていこうじゃないか。うん、うん、さあというわけで、おじさんだって、おじさんはそろそろ退出しますので、もう一つのおじさんはどうですか。私はもうちょっとじゃあベシャルかな。ベシャル、うん、じゃあ今後20分ぐらいまた一緒で。じゃあもう3分ぐらい、今日のなんかね、はい、反省とか感想とかね、ポツリポツリと一人でブログで書けよ。ブログやってない、ブログやりたいなと思って。あ、始めろ始めろ。みんなやってんじゃん、うん、みんなやりだしたよ。みんなやってるからじゃなくて、そんなミーハーな考えじゃなくて、やりかブログだってそんな流行ってやってる人はやってるっていう、ね、うん、もうだいぶ前に流行りだしたからね、うん、今はもうね習慣ですよあれも。そうそう、たださ、この、ね、動画を通してやっぱね、うん、AKR と石田組はこう広がってるから。そうだね、なんか僕もう一個欲しいなと思って。じゃあやった方がいい。うん、やろうかな。じゃあ石田組のブログも今後はね、またテコールアカウントの方でつぶやくと思いますので、うん、うん、解説したらここで言います。はい、あのここまでみたいな感じでやります。俺まだ出せる技術ないんだよ、ここも。
シーティングシーティング、はい、もう時間来たよ、はい、来ましたね、はい、じゃあウィンズバッグ合唱、せーの